はいどうもピオキューです。今日も登録コースの一発マリオやっていきますか。で今日の登録コース、マリオギブズギフトトゥアミスチーフということで、マリオはいたずらを送るということでしょうか。そして来たね、のっぺらぼさんの新作コース、めちゃめちゃ楽しみにしてた。僕の動画を見てくれてる方の中でものっぺらぼファンは少なからずいるんじゃないかな。さあ説明文読んでいきましょう。とあるクリスマス企画のコースを使いまま S 再利用したものです。クリスマストロールバージョン2ということで、ああね、使い回しね。そういうことするんだね、のっぺらぼうさんって。僕という固い絆で結ばれたライバルがいるというのにリサイクル扱いですか。別にいいもんね、全然悲しんでなんかないんだから。のっぺらぼうさんなんて、のっぺらぼうさんなんて、ただ目と鼻と耳と髪の毛がないやつだけなんだ。うるせえ。すいません、新作コースでテンションぶち上げマックスギリギリ限界突破キングになってるね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 まあのっぺらぼうさんって言ったらね、いつもとんでもないバグを用意してくるんだけど、今回はどんなバグを使ってきてるんだろうね。絶対見たことのない未知の世界が待ってるよ。はいどうもこんにちは。じゃあこのまま進んでいいのか。あの鉄球がすごく怪しいけど、何もしてこないわけないよな、あの鉄球が。外枠ダンゴムシ。まだまだだね、のっぺらぼうさん。こんなことで僕が絶叫なんてすると思っているのかい。絶対この神の甲羅いる。一旦危ないからさ、これ神の甲羅自作のが正解。いや違うんだって。ごめんごめん、初心者みたいな失敗してしまったね。じゃあここのメットを持って先に進もうか。このハテナはコインなんだね。そしてここ上投げてみる。すげえ気になんない、この四角の枠。一旦投げてみようか。待て、隠し犯か。もう僕は何もしないさ。頭を空っぽにしてきたよ。一緒やじ、こっちに来るのかい。来ないね、いい子だ。そのままずっとアストロン状態でいれ。そしてこのまま中来てんだ。まだバグらしきもんは来ないよな。コース料理で言ったらさ、今前菜みたいなもんなんだよ。だからチェックポイント1か2の後にメイン料理が来る、イコールバグが来るっていうことだと思うんだよね。いや鍵がないんだけど。左が鍵っていうことか。だからみんなもさ、メニュー表もらうじゃん、コース料理で。そこにチェックポイント1とチェックポイント2の間にバグって書いててね。いやこれ右行けないんだけど。今日の前菜は花。なるほどね、シーソーの裏に鍵があると、そういうことだったんだね。コース料理の料理も自分で探していくパターンだよ。何言ってんだろうね。なんかさっきと仕掛けが違ってきてるんだよな。鍵を取った状態だったらさ、ワンワンが襲ってきたから、このまま何もしないで進めるみたいな。もう前菜はいいよ、そろそろ刺身ぐらいが出てきてほしいぐらいだね。一旦ここ叩いておこうか。雲、この雲に乗っていけっていうことかな。刺身にされちゃったね。理解した、上の雲が意味がないということに。でも魚だけは出しておこうか。刺身だよ、なんてお前はよ。じゃあここは一旦上に行ってすぐ左行く。あってんじゃないの、キャポン明治に来ました。そしてなんか今パウが発動されたけど、この状態で先に進んでいいのかな。一旦すぐ上に入ろうか。ドアに入ります。なにこのバグ、雲をすり抜けんだけど。お前がなんかしたらこの豚野郎が。みんな僕誤解してたわ、雲に乗れるって。雲なんかに乗れるわけがないじゃないか。雲に乗れたら飛行機なんていらないのさ。じゃあここでパワーブロックを下に置いてすぐドアに入っていく。さっきと違うやんか。パワーを持った状態だったらさ、砲台が上がってきたから何もしないでいい。そしてドアに入っていく。さあチェックポイント1はまだかい。あったね、あのチェックポイント1素直に取らせてくれるのか。何もしないで一旦ゆっくり行こうか。それはおかしいだろ。今みんな気づいた、下のちくわブロック触れなかったんだよね。だから下に落ちてったみたいな。こっからのっぺらぼうワールド開始っていう感じだよ。ここのドッスンは来るのかい。どうなんだドッスン、お前が来んだか。危ねえな、せっかくここまで会いに来てくれた恋人に。チッキャー。何やってんだ俺は。わざわざ自分から当たりに行ってよ。だがこっから何か違うパターンだ。そうだろう、緑の土管と青の土管どっちが正解だと思う。緑の土管の方が怪しくない。青の土管、うわなるほどね、今緑の土管の方連れて行かれそうになったよ。でも青の土管絶対正解だよ。なぜって50コインがあるからさ。だからこっちでいい。なるほどね、だが僕の連打を見るがいい。今日デカコインのルートの方信用してみる。だからこれから先デカコインがあったらそっちのルート信用していこうか。今日の鍵はそれだよ。そうだろう、制作者のっぺらぼうさんよ。いやなんかキノコの出方おかしくなかった。キノコってさ普通上から出てくるもんじゃんね。なんか下から出てきたんだけど。いやこれ土管に戻ったらやり直し効くみたいな。50コイン。いやマジでもう一回見てて、ほら下の方に来るでしょキノコが。これマジで謎なんだけど。じゃあここは花ちゃんは一旦隠しブロックがないようだ。じゃあただいの瞬間すぐジャンプ。合ってんじゃないこれ。え合ってる合ってる。この上は
どっから出てきたかぜ。いや僕ね、のっぺらぼうさんのコース結構やってるから分かってるんだけど、のっぺらぼうさんってね、キノコを急にどっかにやってくる傾向が強いのよ。そうでしょう、のっぺらぼうさん。もうコメント欄に書いてていいよ。負けましたピオキングさん、あなたにはもう叶いませんっつって。そして何もしてこないわけないよな、のっぺらぼうさんが。ここで何が来るんでしょう。なんか来い。いや、なんかリアクションの準備してる。そういうのを求めてないんだって。ドクロ乗る。そしてすぐ上にジャンプして避ける。そしてここ右渡れるかな。一旦右に行ってジャンプしてみようか。え、ちょっと待ってね、ここもしかして足場がない。なんで足場見えないよね。またなんかよくわかんないバグ用意してんな。そしてここのスネオは動かないと。さあ扉に入っていきましょう。次は何が待ってる。またキノコか。あのキノコを取ってスピン。いやどうしよう、右、一旦右行ってみる。右はつらながるから。罠と見せかけて罠だ。制作者よ、僕はもう全てお見通しでないぞ。不安しか残ってないね。さあここでハテナブロックを叩いていく。雪玉、横の雪玉でオンオフからのブロックっていうのはどんだけ。もう頭痛くなってきた。多分ね、頭使いすぎと叫びすぎかもしんない。じゃあここ被弾してオンオフしてすぐ右に行けっていうこと。うん、なんかちょっと待って来た来た、のっぺらぼうワールド。こんなの絶対わかるわけないやんか。絶対任天堂さんに報告してやるから。 ID でも何でも削除されてしまえ。失礼、取り乱してしまいました、取りだけに。じゃあここは隠しブロックを隠してオンオフからのすぐ右に行く。もう戦わないよここは。絶対罠に引っかかるよ、感しかしない。いい加減にせんか。まだチェックポイントにも通ってないのに、かなりのっぺらぼうワールド炸裂してきてるね。じゃあここはハテナブロックを叩いてすぐ左に押してくる。これで合ってる。サンキュー。パワーブロック出すでしょ。そしてこのパワーブロックをキャッチ、そしてこの下に置いてすぐドアに入る。オッケーオッケー。さあチェックポイントにはまだか。あったー。いやー、やられたね。まさか雪玉が来るなんて思わなかったけど、この雪玉なんもないところから来たよね。これもすごいバカだな。どうやって作ってんだろう。そしてこのでっかい雪玉、怪しすぎる。一旦上に行こうか。こっちが正解だ。バレー。シンプルでいいじゃないか制作者よ。じゃあここは雪玉を蹴っていく。そしてなるほど、だからピーを隠してたか。これどうかして踏めないかな。いや数々一発マリオしてきた僕、バッファージャンプなら踏めずるはずさ。見ててみんな、ガチでやってくから。この雪を踏んですぐ右にダッシュ。そしてチェックポイント。やったー。無事に取ることができました。じゃあこの P スイッチの音がやりまむまで僕は無言でいたいと思います。さあどんどん進んでいきましょう。残すはゴールのみだよ。ここは吐く。そしてここでヒップドロップ。合ってんじゃない。合ってる合ってる。いや50コインは絶対信用しない方がいいと思うな。でも僕は信用する男さ。任せて50コインあなたを。え、こ、こ、こ、困っちゃったな。キモいぞ、変な声出すな。じゃあここでヒップドロップ。なんかさっきと違うやんか。また困っちゃった。もうすべて理解しまくりんゴリラパンダンゴムシですわ。ここは一旦ブロックを壊す。そしてカロンのコーラを脱いでボム兵を踏む。かっ、恥ずかしい。もう一回吐かせて。ちょっと恥ずかしさでどうにかなりそうだった。さあここはやめて、逃げて、恥ずかしすぎて死ぬ。かっ、なんか変なとこ連れて行かれた。パーパーパラパラ。ちょっとなんだよ。え、これやられて期待させたー。叫んだー。確かバネが出てきたよね。だからすぐ右に行ってバネをかわす。そして下に降りていくのはいいんだけど、メットかぶるじゃん。そしたら絶対土管からなんか出てくるよ。だからすぐにかぶる。オッケーオッケー、分かってる分かってる。そんでこの土管に入っていけるっていうことでしょう。ここだけマジでサイキングだったね。さあ次はこのドクロリフトに乗っていけばいいのか。ドクロリフトに乗って僕は何もしない。ジャンプしたら隠しブロック出てきそうじゃない。だから常に右を失敗。そしてあの石エッジどっち来るんだろうね。下と左と右と上。いや下しかねえんだけど。あー下行っちゃった。え、自滅したけど。いやこれいけないかな。どうかして。頼む、僕ならいけるはずだ。なんか隠しブロック出てきたけど。救出。有名高校1年 A 組ピオキング、今からパワーブロックの救出参ります。ガッチャー。パワーブロックの救出成功しました。そしてここでバズるだろー。なんだそれは。最近気づいたんだよね、僕の実況がうるさいんじゃないかなっていうことで。
気づくの遅いんだよ。いつもうるさいんだよお前は。じゃあここは、うわどうしよう。あ、なるほどね。いやっていうかこんなとこバネとかあったっけ。え、どっから出てきたの。また変なバカ作りやがって。このパンが右で来るなんて絶対想像できないよね。どのタイミングで来るんだろう。一旦右行って左行けみたいな。あ、これでいいのか。そしてこのハテナは何だったんだろうね。コインか。危ねえ、ブラバとか出てきたらどうしようもなかったね。そして裏にキノコが見えてんぞ。このキノコは取れるのか。わかった、あとで急に出てくるパターンだ。この右は行けないっていうことから、この四角の枠を叩いた瞬間すぐ左、これでキノコが取れる。雪玉、なんかビーフ線がこっちに出てこなかった。まあまあ雪玉でもいけるからこれで行こうか。ビーフ線で行くのかな、どっちなんだろう。あ、でも結局あれか、ここでチリにされるからどっちでも問題ないっていうことだと思うよ。そしてここはメリー、どうせクリスマスとか書いてんだろ。違うよ、マリークソリマスだよこのコース。メリークリスマス、もう遅いね、ごめんね。これね、もらったのが、昨日、まあ、1月2日ぐらいだったから、まあ、今日出してるわけなんだけど、まあ、クリスマスあたりにねもらえればよかったんだけど。ていうかこれ入れる、右2つは入れないか。でこれちゃんと読んでないけどメリークリスマスって書いてたよね。わー超無機物。ペーペーペレペペレペペペレペペ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 ごめん、なんかうるさくて。多分ね、もうすぐゴールだと思うんだよね。こんな演出してくれってことは、それでテンションが上がってしてしまいました。上がってしてしまいましたってなんだ。じゃあここはジャンプしていいのか。いや、一旦様子見ようか。すぐ上にジャンプ。手が、どっち行くの。おりゃー、何を配せよ、やつはさわすしゃーべ。ここ重要な場面だね。上を失敗したらいけないっていうことが分かった。なら何もしないでみようか。なんで今度右にいたの。ここ上嫌な予感しかしてない。あ、何もないんだね、隠しブロックとか。そしてこっからジャンプしていきたいね。そしてゴールできるんじゃない。いや、このブロックもすげー叩きて、叩いてみる。バカにしてんのか。もう絶対引っかかんない、もうクリアした気でいるからね。やった。いや、今回もですね、のっぺらぼさのコースめちゃめちゃ楽しませていただきました。やっぱりこの方のコースするとさ、新しい世界が見えてきてめっちゃ面白いよね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオチェック柄の道ということで、説明文にね、規則正しい配置って書いてるんだけど、絶対これ高速オンオフするやつだよ。だからタイミングよくジャンプしてどんどん右に進んでいけっていうコースだと思うんだよね。いや、絶対難しそうって思ったんだけど、意外とクリア率は高いのよ。まあ、全てのリズムを極めしこのリズムキング、このくらいのクリア率ならちゃちゃっとクリアしていきますよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.04%。 3回だ、3回以内にクリアしてみせようじゃないか。安心して見ててみんな、フラグだから。まずどんなんか見てていいかな。え、これ右進む。これさ、まず左からダッシュしてタイミングよく入れっていう感じなんだろうね。とりあえずスタートした瞬間一番左、そっから右にダッシュして、これでいけないかな。あのように言ったね、入ったところでどうやって右に進むんだろうね。こっから、あー、なんかジャンプ連打したらいけそうな気がするわ。一番左に行く、そして右にダッシュ、そしてこっからジャンプ連打だ。いけ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 、もうそのままゴールまでつけてくれ。人生のゴールしちゃった。いや、いけるで、任せて、連打なの得意だよ。ちょっとガチで連打してっていい。ガチで連打するから喋れなかったらごめん。これいや、マジで連打してってるんだけど、やっぱタイミングが重要なんだよ。だからタイミング重視でいこう。見てて、タイミングが得意だから。ワンツー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 。なめるなよこの僕を。今のでもう大体攻略できたも同然じゃ。さあこれでいくがいいさ、マリュー。ワンツー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 。なんかおかしいね、なんかおかしいね、このままの俺に頼む。やった。めちゃめちゃ疲れた。これね、クリア率 3% じゃない、マジで 1% 近くだと思う。そんくらいぐらい難しかったよ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。